まずまずですね。休憩しませんか？いいですね。いい感じですね。何かご用でしょうか？十分ですね。いい仕上がりです。
まずですね。いい感じですね。今週はレースがあります。まずまずですね。嬉しそうですね。2番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。大一番へ向けて弾みをつけたい牝馬たちが集います。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。スタートの悪い馬がいますが、4番ニュースバリュー、これは逃げ馬だけにちょっと痛い出遅れ、先行するのは何か、アイオーユーが行く構え、その外スーッと北海セレスが上がっていきました。そしてその後ろからオンワードノーブル、外から1頭メジロカンモリ、時のスピカ、それから離されまして12番フェイバーワン、そのうちに4番ニュースバリュー、ガイドブック、その外からは11番カタノアハハハ、7番ビューティーメイク、ほとんど馬体が合っています。8番名称マリーン、一番後ろに9番ノーブルアクション。さあ先頭の方はどうなっているか。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった、パタノアハハハ、直線伸びてくるのかどうか、このまま粘れるか、北海セレス、外から差を詰めてきている、パタノアハハハ、このまま押し切るか、北海セレス、メジロカンムリが、2番手、メジロカンムリが、2番手、懸命に追う、北海セレス、先頭、メジロカンムリが、差を詰めてくる、メジロカンムリ、先頭に立った、先頭、岡部と、メジロカンムリ、メジロカンムリ、先頭、メジロカンムリが、勝ちました、連勝マリンは、次は頑張りましょう。1着、5番、2着、8番。レースを終えた馬が戻ってきました。気合い十分ですね。馬体はいい感じですね。いい感じですね。お待たせしました。今週はレースがあります。期待できそう。いい感じですね。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。
さあ、世代を超えた女王の座を目指してエリザベス女王杯のスタートです。ゲートが開いた。スタートの悪い馬がいますが、7番鳥海キャロル先行争いであります。12番メジロカンムリが先頭に立ちました。その後ろでやりましょうか。2番スターバレリーナ、外を通って北海セレス、それから4番和光チカコ、アグネスパレード、そのうちゴールデンジャック、12頭第1コーナー右にカーブを取ります。その外10番北斗ベガ、内から1頭カタノアハハハ、それから1番ノーブルアクション、そして外からは鳥海キャロル、これが1番人気のシアマゾン、中田的手。この手応えはどうか。9番オグリローマン、外から行こうというところ。前でありますが、前先頭を行く、直線伸びてくるのかどうか。先頭はメジロカンムリ、スターバレリーナが2番手懸命に追う。抜けた抜けた、2番スターバレリーナ、大外から鳥海キャロルが差を詰めてきている。外を通って鳥海キャロル、捉えるか鳥海キャロル、西アマゾンが差を詰めてくる。内から1頭和光地下港、1着7番鳥海キャロル、1番人気の西アマゾンが2着。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。馬体はいい感じですね。今週はレースがあります。期待できそう。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。巻き起こしてやりましょう。ただいまより投票受付を開始します。
ゲートイン終わりました。体制完了。香港バーズ12頭スタートを切りました。10番エンバイロンメントフレンド、スタートのタイミングが合わなかった。注目の先行争いでありますが、12番リバーバードン先頭、内を通ってスルスルとダブルトリマーが上がっていきました。その後ろでやりましょうか。5番アーゲントリクエスト、ダブルテイク。これが1番人気のエズード、スイング騎手。この手応えはどうか。9番ミルコム、肩のアハハハ。G1 発制覇なるかどうか。その外からは7番アップルツリー。それからもう1頭、ヒアザットベル。12頭、第1コーナー、右にカーブを取ります。それからエンバイロンメントフレンド、その内からはレッドビショップ、ちょっと離れて3番エイシンテネシーであります。もう一度前から整理してみましょうか。ダブルテイク。さあグランドスタンドからの大歓声に迎えられ、最後の直線勝負です。パタノアハハハ、直線伸びてくるのかどうか。11番ダブルトリガーがまだ粘っている。アップルツリーが3番手、エズードが差を詰めてくる。捉えるか。エズード、間からスルスルとレッドビショップ、レッドビショップが襲いかかる。レッドビショップ1着、香港バーズ。勝ったのは6番レッドビショップだ。次は頑張りましょう。1着6番、2着1番、レースを終えた馬が戻ってきました。いい仕上がりです。馬体はいい感じですね。今週はレースがあります。元気いっぱいですね。嬉しそうですね。ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。スタートを切りました。12頭、まずまずのスタートといったところであります。果たして何が行くのでありましょうか。ランフォザドリームがかわしていきました。外から1頭ユアハイジ、内を通ってメイプルシロップ、エアリバティが上がってまいりました。7番シルクフェニックス、外から行こうというところ。そしてその後ろから君のパラダイス、それから11番オレンジピール、グロリーシャルマン、それから9番ビクトリーバンク、内を通りましてスロシンガー、6番シナイル、一番後ろに2番カタノアハハハ、前の方は中京のスタンドが揺れています。
先頭行くのは12番ユアハイジエアリバティが2番手懸命に追う。ランフォーザドリームが差を詰めてきた。先頭はユアハイジ、外から差を詰めてきている。旗の赤か黄色い帽子ランフォーザドリーム先頭だ。先頭川内とランフォーザドリーム、メイプルシロップが差を詰めてくる。内ランフォーザドリーム、外メイプルシロップ、内か外か2頭の争いになった。惜しかったですね。1着8番、2着5番、3着12番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。